Kはわかっているんでしょうね。ドレスに着替えるがために私の貴重な時間をこんなに費やした意味を。その帳消しに Kの時間をたっぷりいただくとするわよ。Kはわかっているんでしょうね。ドレスに着替えるがために私の貴重な時間をこんなに費やした意味を。その帳消しに Kの時間をたっぷりいただくとするわよ。今夜は K がエスコートして。さ、早く手を取りなさい。暇なら本を読みなさい。過去の時間に刻まれた記憶を読み取って体験するのは、時間を手に入れたのと同じよ。魔女ね。私の本を見なさい。そいつには K の視線も時間も奪わせないわよ。フィーゼちゃん、ゼッペリンならあっちよ。微笑ましいわね。K もそう思わない？飲み物を取ってくるわ。見栄を張るのでないわ。K は挨拶をするのが先でしょうに。はぁ、パーティーでビールを飲むのは、やっぱり変なのかしら。いかにも K らしいわね。新しい任務のようね。全速力で片付けてきなさい。この報酬、費やした時間と比べたら嬉しいでしょ？ K へのメールよ。早めに確認しておきなさい。少し癒しが欲しいって？そうね。膝を貸す？それとも胸を貸した方がいいのかしら？K は私の時間を費やすに値しないわ。時間は貴重なものよ。用事は簡潔に述べなさい。K の寝室の時計、2分遅れていたわね。ああ、案ずることはない。すでに私が修理しておいた。もはや時計の時刻がずれているなんて言い訳はさせないわ。一人の人間に心血を注ぐのは時間の浪費よ。ふさわしい見返りを得られない限りは。Kもそう思わないかしら。私がかけた時間のバランスを取れるよう、K が見返りをしてくれると。面白いじゃない。ひとまず K の言い分を認めてやるわ。かけた時間を無意にしないための儀式。そうね。K にこれほど言われたからには、誓いの印として、もらうとするわ。お互い、時間をかけて、感情をいくらでもぶつけてくつもりだから。委託が完了したようね。ハインリヒのやつに出迎えさせたわ。あいつ、こういう場所にじっとさせた方がおかしいし。強化完了よ。ええ、有意義な時間を過ごさせてもらったわ。始めよう。
我らの殲滅を。思ったより早く片付いたじゃない。時間は流れるわ。Kの敗北が刻まれても。時は満ちた。くっ、この程度は手の内よ。